10年間相談乗ってきた中ではっていう中で話は展開できると思う。女性としての幸せっていうアイデンティティのところが結局ね一番強い欲求が残ってるんだけど、そこってすごくさ繊細なところでもあるから表に出しづらいみたいなのにさ、いや言いたくなくなるじゃん、分かるよ、私もあの強がりがいい、結構長いみたいなさ、なんか持ってていい強がりと持ってちゃいけない強がりがあってねみたいなさ。